砂田は、香港、深海にある住宅、商業地区である。行政区は、香港で、最も人口の多い区である砂田区に属する。古くは、都ゲ園、歴エン、講義の砂田は、この砂田区全体を指し、競技の砂田だけではなく、カタン、ババ、バ水、中文大学、旧原山、馬倉山など広い範囲を指すが、ここでは、 一地区としての砂電を開設する。香港の一大ベッドタウン、そして衛星都市としての様相を呈している。もともとは、トロ港に続く深く切れ込んだ入り江がある農村、漁村に過ぎなかったが、1970年代、香港成長が積極的に進めた深海のニュータウン建設計画の一環として、入り江は埋め立てられ、入り江の一部は香港最大の河川。 縄文画として残して、あとは周りに高層住宅を建てられていき、今の砂田の街の形となった。人口の多さは香港随一であるが、同じ人口の多い九流の貫筒未地区と比べると、所得水準が中流以上とやや高い住民の割合が高いことが特徴である。砂田駅には新城市広場という駅に直結するショッピングモールがある。 また砂田駅には日系スーパーのシティスーパーがあり、かつては声優もあったが、現在では売却され、香港資本となり、名称も一伝と変更された。砂田には全ての政府機関が揃っており、地域の中心としての役割を果たしている。また、公園、プール、スポーツ施設など、レジャー施設、文化施設の管理運営を司る香港政府の一、機関、 公楽及び文化事務所の本部はここ砂田にある。観光名所として香港文化博物館や風車を回せば幸運が訪れると言われている車交尾用がある。競馬の香港国際競争や香港三冠が開催される砂田競馬場が立地する。また高速道路1号線の終点、9号線、2号線が交わる自動車交通の要所でもある。 ニュータウンの様相を見せている砂田であるが、他方古くからの住民もおり、そういった住民の村もまだ点在している。砂田のパノラマ、ありがとうございます。